すごいですわ、これは。かっこいい。もう家で、うわ、めちゃくちゃいいって言いました。ブラッククローバー魔法帝の剣、日本全国ロードショー、そしてネットフリックス全世界配信記念、高橋文也ジャンプ編集部ツアースペシャル、イエーイ。さあ、というわけでジャンプチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、高橋文也でございます。私今回ブラクロの映画に声優として参加させていただいたんですけれども、そのご縁もありまして、なんとこちらのジャンプ編集部さんから編集部ツアーのご招待をいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いやー、すごく嬉しいですし、なんかこうやっぱジャンプってこう僕らね、少年の心をくすぐり続けてくれる場所なので、すごくワクワクしていまして、まあ、秘密もいっぱいあると思うのでね、皆さんが普段見れないようなものをちょ一緒に僕も新鮮な気持ちで楽しんでいけたらいいなと思います。ということで早速行ってみましょう。どんな感じなんだろう。なるほどね、なるほどね、すごいですわ、これは。あ、チェーンソーマンとスパイファミリー、ワンピース、鬼滅の刃、等身大パネルとか、これやばい、すごいっすね。おー、ブラクロ、あった、ここだ。いやー、嬉しいですよね、これ。わ、この間かな、初めて見たんですけど、この上にね、ジェスターがいるんですけど、こんなに大きく、と思って、マジか。いろんなポスターがあるとよりジャンプの凄さを知りますね。高橋さん、はい、ようこそ少年ジャンプ編集部へ。お邪魔しております。ブラッククローバーの原作担当編集をさせていただいてます、福田純也と申します。どうですか、やはりこの。いや、もう迫力がすごいですね。何よりカラフルですなんか本当にこう映画館に来て、うわすげーって、はい、学生の頃とかに言ってたものが全部今ここにあるんで、ぜひぜひ中にもう案内させていただこうかなと思いますので、では早速こちらに行きます。どうぞどうぞ、こちらにどうぞどうぞ。うわ、ここが少年ジャンプ編集部の職場になります。すごいっすね。こちらはファンレターですね、作家さんに届くように。ダンス先生、ダンス先生、ダンス、すげー。うわ、めちゃくちゃ僕の席に最高ですね。なんかけど高橋さん、はい、めちゃくちゃ見られてますよ。いや、あちら、あちらジャンププラス の編集。すごい。じゃあ早速少年ジャンプの編集長をご紹介させていただければなと思います。こんにちは。お世話になっております。編集長の中野です。よろしくお願いします。ちょっと今台本も読んでたんで。おそんなことありますか。そんなことありますか。ありがとうございます。後半ね、すごいいいシーン。そう。はい。いますね。魂を込めさせていただきました。僕なりの。楽しみにしてます。ありがとうございます。よろしくお願いします。では高橋さん、はい、早速中に入ってお宝を見ていきましょう。はい、どうぞどうぞ。うわー、これはすごいわ。え、マジモンですか。これはブラッククローバーの連載会議の時に提出した1話から3話のネームになります。うわ、すごこれがブラッククローバー、映画ブラッククローバーのティザービジュアルの線画になります。え、これ本物ですか。これ本物です。すごっ。それこそじゃあ次の原稿とかを見ていくと、はい、これは田畑先生が実際に手で書かれて、はい、手で色塗りされてるっていうのは、まあ、要は、今デジタル作画がすごく流行ってきてる時代で、はいはいはい、そのコピックだったりとか絵の具だったりとかを使うっていう作家さんがどんどん少なくなってきてるんですけれども、うん、今田畑先生はまだそのカラーを実際にペンで塗ってっていうような形になります。すごい、マスターかっこいい。これね、これはやばいっすね。そうです、人気投票の、センターカラーの
絵になってます、はいはい、先生が全員デザインされて、なんか順位が高かった人たちをちゃんと絡めたっていう企画で、闇がかっこよすぎるっていう、今ここで見てちょっとかっこよすぎるなっていう、いややっぱちょっと闇タバコね吸ってる時とかかっこいい、うん、男への憧れが全て詰まった人間というか、本当はねこのぐらいシャツはらけ出してネックレスつけたいですよ、ね、男はやっぱりマグナとかもねやっぱいいですけどね、そういう部分では、はい、かっこいいこの実際の原稿があるっていう状況が本当に少なくなってきているので、ね、これはもう本当にジャンプ編集部で言うと本当にお宝、お宝だ、なんかこの本当に色が入ってない状態とかって普通だったら見ることができないので、これだけでも迫力があるってさっきおっしゃってましたけど、なんかそれを今肌で感じれてすげえ嬉しいですね、熱くなってきた。いやお宝を見させていただいてすごく僕の中の熱も上がってきてちょっと熱くなってるぐらいなんで、本当にありがとうございました、見せていただいて。緊張しますね、僕緊張しいなんで気をつけます、しちゃった、いっぱい喋るな、おはようございます、失礼します、お願いします、初めまして、失礼します、失礼します、初めまして、はじめまして高橋宗也と申します、田畑由紀です、はじめまして、お願いします、お願いします、お願いします、もう家でうわめちゃくちゃいいって言いました高橋宗也の魂をぶつけたんですごい僕が今感動して死にそうです、ね、いやいやすいません、もしよろしければ、うわいやすいません、すごっ、田畑先生とね今本当にたった今対談を終わらせていただいたんですけど、本当にすごく気さくで明るい方で、僕が緊張してたのがどんどんほぐれてきて、まあ、自分の伝えたかったこととか感謝の気持ちとかをこうゆっくりお話しすることができて、でも本当にこの作品ブラッククローバーは僕が声優初挑戦させていただいて、ジェスターという役を演じさせていただいているんですけれども、本当に僕が魂をぶつけて僕なりの向き合い方で、僕なりの声の出し方で全力で演じたので、ぜひその熱量だったり僕のジェスターの愛がこの作品を通して伝わったらいいなって思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。映画ブラッククローバー魔法帝の剣、まもなく日本全国ロードショー、そしてネットフリックスで全世界に配信いたします。原作では明かされなかった魔法帝の物語を田畑先生が総監修、ブラッククローバーの全てがこの作品に詰まっております。ブラックローファンの方はもちろん、初めてブラックローをご覧いただく方にも楽しんでいただける内容となっております。また英語クリアファイル付きムビチケ前売り券も発売中でございます。詳しい情報については公式サイトをチェックしてみてください。ぜひぜひ映画ブラッククローバーを映画館、そしてネットフリックスでご覧ください。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。高橋宗也でした。